1年で最も暑いと言われる大暑の23日、大阪市の天王寺動物園では、ホッキョクグマに大好物のリンゴが入った氷の柱がプレゼントされました。このホッキョクグマはオスのゴーゴです。およそ150キロの氷の柱をプレゼントされたゴーゴは、30度を超える暑さの中、氷を抱えたり噛みついたりしていました。そして割れた氷からリンゴが飛び出すと、自慢げに見物客の方を振り返りながら美味しそうに食べていました。